もしれませんしね。考えるつもりだと舞の海さんもかなり考えるつもりと言いましたが、舞の海さん合い口で言うとどうしても勝てなかったとしたら、やっぱり突っ張ってくる人ですね、それとあとよく見て私の動きをよく見てくれる選手ですね。意外にあの思い切って立ち上がってきてくれた方がやりやすかったりしましたね。そうですか、よくあの小さい時に怖がらずに当たった方がいいんだという話もよく聞くんですが、まあ、むやみに当たってるのもね、ですけど、まあ、先ほどね、はい、小さい、まあ、若隆景と、はい、大将丸、はい、ここら辺はね、やはり刺されるのが嫌なんですよ。ですから、前の海だとか、こんな時は今の周囲だとかね、はい、ここら辺は刺されるのが嫌なんですよ。だから、アマチュアの方がどっちかっていうと、そういう小さい人に対してのうまさもありますよね。時間です。石浦と千代大元木が回せます。一方的になりました。千代大の勝ち。今まさに舞の海さんが話していた、小さい力士の嫌な先輩がいますと相撲になりました。舞の海さん、こういうことなんですね。怖がらずに今日の千代大龍はついてきましたよね、はい、こういう相手は小さい力士嫌なんですね。ただ一瞬はもうもっとですね、立ち合い当たって当たり負けだなと思った瞬間に横に動くとかですね、やっぱり工夫が欲しいですね。こうやって、ね、簡単に負けてしまうと、やっぱり相手は、ああ西浦っていう力士はそんなに怖くないんだなと思ってしまいますからね。自信を持たれますから、勝ったんだけれどもなんか次はやりたくないなという印象を持たせるような負け方をしてほしいですよね。まあ、千代大龍側からすると物手付きでいって、相手を見ながら立った上での突っ張りで一方的に突き出しとなりました。明日は輝と石浦は3連敗、明日は隆の勝との対戦です。